こんにちは、社会保険労務士の牧野です。今日はですね、新卒の早期離職を防止しようということで動画を撮らせていただいています。ゴールデンウィーク明けて新入社員さんからですね、退職願いが出るんじゃないかって不安に思っている社長さんいらっしゃると思うんです。そんな方に今日は動画でですね、解説をさせていただきたいと思います。内容はですね、3つです。早期離職の現状度はどうなのか、2番目にですね、新卒は何が原因で辞めるのか、3番目にですね、早期離職を防ぐ簡単な3つの対策ということでお話しさせていただきます。シンプルなですね、方法をお伝えしますので、ぜひ最後までご覧になってみてください。最初に私の自己紹介をさせてください。上場企業を含む591社の顧問先に5人の社労士でですね、4つの事務所でサービスを提供しています。新卒っていうより、うちはですね、実は第二新卒を取って教育をしているっていうような会社ですね。第二新卒のですね、採用についてはかなり成功していて、すごくですね、ゆとり世代、悟り世代の人がですね、戦力になって働いています。定着率も高いです。じゃあどうしてですね、そういうことができているのかっていうことについて、具体的なですね、お話をさせていただきます。まず早期離職の現状なんですけれども、実はですね、中卒の場合 64% の方が3年間で辞められるんですね。早期離職っていうのは、入社して3年以内に辞めることを言うんですけども、高卒の場合はですね、40%、 39.3% っていうことで約4割辞めるんですね。でちょっと押さえておいてもらいたいのは、中卒と高卒と短大卒についてはですね、入ってすぐに辞める確率が非常に高いんです。中卒の場合は 42%、 1年目ですよ。高卒の場合は 18.2%、 短大卒も 18.1% ってことなので、ここ入ってすぐの対策っていうのは、実は高卒とですね、短大卒はすごい重要なんで、ここをしっかり対策打っておくってことがポイントですね。で大卒はどうかっていうと、大卒の場合は 31.8% ってことで、約3割の人が辞めていくってことなんです。実はこの傾向、一貫して大体こんな傾向なんです。じゃあ大卒だけでちょっと見てみますと、実はですね、バブル崩壊の年とリーマンショックの年に若干ですね、離職率は改善されてるんですけど、直後に。それ以外は大体一貫して3割ずっとですね、離職率なってるんです。ということで、実は大卒の 30% ぐらい辞めるっていう確率は、一貫して約3割辞めてるんですね。ということを押さえておいてください。で、次、もう一つのポイントがですね、小さい会社ほど離職率が高いんです。どれぐらいかっていうと、5人未満の会社は、57%、 約6割の人が辞めていくんですね。30人未満の会社は 49.3% なので、約5割辞めていくんです。100人以下の会社は 39.0% なので、約4割辞めていくってことなので、だいたい100人未満の会社平均取れば2人に1人が辞めていくってことになるわけです。100人未満の新卒、大卒の新卒は2人に1人がですね、3年以内に辞めていくってことを押さえてください。それが現状なんですね。じゃあ大きな会社はどうかっていうと、500人以下で 31.9%、 1000人以下で 29.6%、 1000人以上で 24.2% ってことなので、1000人以上の大企業でもですね、実際には4人に1人が辞めていくっていう率ですね、かなり高いですよね。ですからここをきちっと対策打つっていうと、非常に効果的になるわけです。さて、じゃあどうしてですね、新卒の人は何が原因で辞めるのかっていうことです。これはですね、内閣府が調査をしてるんですけど、見てください。仕事が自分に合わなかったためっていうのが 43.4%、 ダントツ1位なんです。で次に来るのが人間関係 23.7、 そして労働時間と賃金という形になるんですね。具体的に見て、こう仕事が自分に合わなかったっていうのが 43.4%、 人間関係が良くなかった 23.7%、 つまりここのですね、問題が一番ですね、大きいってことなんです。で次に労働時間、賃金ということで、ほぼほぼ同じぐらいの率なんですけど、具体的にすぐに対策が取れるのは、1と2はですね、すぐに対策が取れますんで、じゃあこの仕事が自分に合わなかったっていうふうにどうして思ってしまうのか、新卒は。それについてちょっとお話していきますね。仕事が自分に合わないってどうして思うんでしょうか？どう思われます？僕はこう思うんですよ。仕事が苦手、楽しくない。つまり自分が仕事に適性がないと思うわけですから、仕事が覚えにくいとか
楽しくないっていうふうに思うわけですね。でなかなかいくら努力しても成果が上がらない、頑張っても成果が上がらないと思うから適性がないって思っちゃうわけですよね。で3番目にですね、職場の雰囲気に合わない、人間関係が良くないと思うからこの仕事自分に合ってないんじゃないかな、いつまでもいていいのかなって悩み始めるわけです。で5番目にですね、会社の理念、自分の価値観が合わない、例えば営業がすごい強い、営業職が強い会社でもう少し自分は、仕事の成果っていうか仕事自体をですね充実させたいとかって思って価値観が合わないケースとかで辞めていくケースがあるってことなんです。でじゃあどうしていったらいいかって話ですけど、この仕事が苦手とか仕事の成果が上がらないってことは何かっていうと、仕事がですね覚えれない、できるようにならないってことじゃないですか。つまり仕事の覚え方をですね教わってないから仕事のですねレベルが上がってないんですよ。だから仕事のですねをちゃんとできるようにしてあげれば自分が仕事に合わないと思わなくて済むってことなんです。ですから僕はですね仕事のですね覚え方をちゃんと教えておくといいと思ってます。それからですね次に、職場の雰囲気に合わないとか人間関係が良くないならないっていうのは人間関係をですね構築するスキルをですね身につければ済むので、報告連絡相談をですねきちっと教えていくと褒められて、お客様から可愛がられて、先輩から愛されてっていう社員を作っていくことが大切なので、そのコツは報告連絡相談なんですよ。ですからここら辺をきちっと対策を打つってことが重要ですね。で5番目にですね、会社の理念と自分の価値観が合わないってこと方は求人のミスマッチの問題なので、これはですね求人の方法を変えるって形で別の動画で解説していきたいと思っています。で今日はですね主にこの2つについてお話しさせていただきます。ではですね3つの対策について見ていきましょう。まず最初にですね、仕事を覚えるのが苦手でできるようにならないと思うわけですから、適性がねないと思うのは、だから仕事の覚え方をきっちり教えていくってことがポイントになります。で2番目にですね、やっぱ人間関係が良くないとか職場に馴染めないってことは上司先輩から可愛がられない、お客様からですねありがとうっていうふうに言って感謝を受けられないとかってことが原因なので、実はここを改善するのはですねコミュニケーションのスキルを改善するとぐっとですね良くなるんです。そのコツは報告そして相談なんですね。報告連絡相談のうちの報告と特に相談のスキルを身につけると画期的にですね変わってきます。で3番目にですね、上司先輩以外の相談できる環境を作ると退職をですね思いとどまったりする確率がですね高くなるのと、人間関係がいくつもできていくとですねやっぱりですね馴染みが出てくるんですね。その職場環境に馴染みやすくなるので離職がですね止まりやすくなるんですね。じゃあ具体的に一個一個見ていきましょう。まず最初に仕事の覚え方を教えるっていうことなんですけど、仕事ってなかなかですね学校の時はですね向こうから教えてくれるんです、お金を払って。でも社会に出ると、お給料をもらって仕事をするわけですので、やっぱり立場がガラッと変わるんですけど、そこら辺の理解がですね新卒の方ってなかなか切り替えができないんですよ。そこで会社員としての仕事の覚え方をですねまずマインドセット、考え方から学ばなきゃいけないんですね。それから次に技術としては、仕事っていうのはまず手順があって、そしてその手順ごとにコツがあって、これコツっていうのは仕事をですね正確に早く楽にやるポイントのことなんですけど、それがあって次にそれをですねどうしてやらなきゃいけないかとかですね、その他心構え的な考え方があるんですね。手順、コツ、考え方の3つからですね仕事のやり方はあるんですけど、そこをですねどうやって先輩や上司から聞き出して自ら、そしてですねその聞き出したものを自分のものとしてなれるようにするか、真似できるようにするかっていう技術がすごく大切なんですけど、これをですねきっちり教えることによって仕事ができるようになるんですね。できるようになると自信もつく、そうすると適性があるように思うので、自分のね仕事と会社と合わないっていうことがなくなっていくわけですよ。そこでですね大切なのは仕事の覚え方を教えるってことなんです。これについては僕のですね動画でですねいろいろやってるんで、その詳細欄下の概要欄に載せておきますんで、ぜひご覧になってみてください。2番目にですね大切なのは報告連絡相談のスキルを教えるっていうことなんですね。これがどうして大切かっていうと、報告のスキルを改善することによってお客様や上司先輩から褒められることができるんです。これは成功に焦点を当てて、うまくいったことに焦点を当ててですね、丸々ができましたって言ってニコニコして黙るみたいなスキル、それから相談のスキルっていうのは困ったことがあった時、
なかなか解決できなくて困ったことがあった時に、どうやってそれをですね、上司や先輩やお客様の協力を求めて解決していくかっていうスキルなんですけど、相談っていうのはこれすごく大切なんですよ。これがちゃんと身につくといろんなことが一人でできるようになるんで、やっぱここも仕事ができる、困ったことも解決できるっていうとぐっと自信がついて、いや成功体験がどんどん積み上がっていくんですね。そうすると、あ、自分はこの仕事に合ってる、この会社に合ってると思ってくれるので、早期離職がですね防止できるんです。本当にこれをやった結果ですね、本当に泣きながらですね感動されたとかって新入社員さん結構いらっしゃるんですね。まあ、新入社員というか入社 2,3 年のことで仕事ができなくて苦労した方が、この相談のスキルをですね身につけたことによってぐっと仕事が楽になったって方もたくさんいらっしゃいます。私どもロームで本当に繰り返しですね、自分の会社の社員さんにも教えてるし、新入社員研修なんかもやらせていただいてます。これすごく効果的なので、これもですね動画の詳細欄ポイントをですねちょっとお伝えするので、ぜひご覧になってみてください。で、3番目はですね、上司先輩以外と相談できる環境を作るっていうことで、多くの会社にメンター制度っていうのがですねまだまだない会社が多いんです。このメンター制度のいいところは、上司先輩以外伏線いくつか、もう上のですね関係だけじゃなくて他の部署と人間関係を作っておくことによって離職が防止されやすいんですね。こう大きな会社には結構入ってるんですよ。でも中小企業とかやっぱあまりですね入ってないケースが多いので、メンター制度はきちっと入れて、で大企業様でもですね入ってるんだけどちゃんと機能してないとこ多いんですよ。でこれすごい効果的なんです。実際にですね大学の研究なんかでも早期離職を思いとどまった例では、実際にですねメンター、上司先輩以外と相談して思いとどまった、自分を改めて見ることができたっていうことが多いので、実際に上司先輩にですね退職の申し出を出るときにはストップできないんですよ。止まらないんです。ですから事前に上司先輩以外の人間関係をどう作っていくかってことがポイントになります。はい、ここすごい重要なとこですね。ということで、今日のまとめとしては、高卒4割大卒3割が入社3年以内に辞めてるんですよ。まあ、その離職理由のトップは仕事が自分に合わないっていうことで、仕事ができるようになったっていうふうに思えない、頑張っても成果が見えないっていうことが問題なので、どうすればいいかっていうと、仕事に適性があると自信をつけさせることが重要なんです。何が大切かっていうと、つまり仕事の覚え方を教えること、そして報告連絡相談のスキルを教えて、自信、褒められたり賞賛を集められたり承認を受けられるような仕組みを作ることということと、もう一つは困った時に相談できるスキル、上司先輩お客様の力をですね頼れるスキルをですね身につけると、ぐっとですね離職率が改善できます。これ実際にやってそうだったんですね。で、3番目に、もう社長とかですね上司に、まあ、辞めたいっていう時にはなかなかストップできないんですよ、正直。だから上司先輩以外の相談できるメンター制度を入れて、離職を防止する仕組みを作っていくってことがとても効果的だということです。で、私どもですねロームでは、人材育成のご相談とか人に関する悩みのですね解決のお手伝いをさせていただいてますんで、もしよかったら詳細欄にですねそういった情報を定期的にですね発信するメールマガジン、それから他の動画のご案内をさせていただいています。もしよかったらですねご覧になってみてください。で、直接ですねお問い合わせしたいとかご相談したいっていう方はお電話ください。Zoom でですね、Zoom っていうテレビ電話で全国どこでも対応させていただいています。じゃあ最後までご清聴いただいてありがとうございました。もしこの動画が役立ったなって思う方は高評価ボタン下にあるので押していただけると嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。